こんにちは、ひろひろです。今日はセリアで購入した10センチのバネ口を使ってキルティングでバネ口ポーチを作っていきたいと思います。大きさは縦が18センチ、横は10センチになっています。メガネやペンが入る大きさで作ってみたので、よかったら作ってみてください。用意する材料は36センチ ×12 センチのキルティング生地と内生地が1枚、5センチ ×12 センチの口布になる生地と接着芯をそれぞれ用意しておきます。バネ口はセリアで購入した10センチのバネ口を使用します。口布に接着芯を貼っていきます。今回使用する接着芯はダイソーの薄手の接着芯を使用します。糊がついている面を下向きにして当て布をしてアイロンを当てていきます。もう一枚の方も同じように接着芯を貼っていきます。接着芯を貼った口布の両サイドを1センチずつ内側に折り込んでアイロンを当てておきます。1センチ内側に折り込んだ箇所を縫っていきます。1センチ内側に縫った生地をさらに2つに折って端を縫っておきます。この口布を表生地の端に縫い付けていきます。両サイドは約1センチずつ開くように縫っておきます。反対側にも同じように口布をつけていきます。このような感じで縫い付けたら、内生地を中表に合わせて両サイドを縫っていきます。縫い代は1センチぐらいで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしておきます。両サイドを縫ったら、この生地を開いて真ん中で生地を合わせていきます。この時、口布は内生地の方へ倒して、後ろの縫い代は表生地の方へ倒しておきます。生地と生地の境目を合わせて洗濯バサミで留めておきます。反対側も同じように、口布を内生地の方へ倒して、後ろ側の縫い代は表生地の方へ倒して洗濯バサミで留めておきます。両サイドを縫っていきます。片側には返し口を開けて両サイドを縫っておきます。縫う時に口布を縫い込まないように縫ってください。返し口からひっくり返していきます。ひっくり返したら返し口を閉じていきます。返し口は少し内側に折り込んで端を縫っておきます。
返し口を閉じたら内生地を表生地の中に入れて完成になります。バネ口を口布に入れていきます。目打ちを使うとバネ口が通りやすくなります。バネ口を通したらピンを刺してペンチで締めていきます。これで完成になります。バネ口に持ち手をつける方法もあるので、よかったら参考にしてください。